はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編では最終章やっていきたいと思います。まあイベントは続いてましたけど、無理だこんなの、無理だよ、人間がどうにかできる相手じゃない。まあそりゃそうだな。クソ、終わりだ、世界はもう終わりだ。最後の時が白夜の王子と一緒とはな、運命とは不思議なものだ。そうだな、完全に諦めてんなこいつら、死を悟ったか。しかし俺はただでは死なん、せめて前のめりで死んでみせる侍だ。 そんな、私たちここまでなの、もう何もかもおしまいなの。そんなことはない、諦めません。どんなに東魔竜が強大な存在でも私は仲間を信じます。仲間を信じんのそしてここまで戦い抜いてきた自分を信じます。仲間を信じれば勇気になる、自分を信じれば力になる。私たちは今までそうやって戦ってきたはずです。そうでしょう、みんな。そうかな。逃げたりしません。私たちはこの運命を選んだのです。だからきっとこの道を未来へとつなげてみせます。みんな武器を構えてください。仲間を信じて戦うのです。炎の紋章ファイアーエンブレムの名のもとに、さあ行きましょう何伸ばしてんだ。え、普通に戦闘が始まる。ユニット的にはあれ少ない。カミラは入れたいから、カミラ入れるだろう。ギュンタ、お前は何の会話に参加しないけどどういう存在なんだ今。どうしようかな、椿ちょっと微妙っちゃ微妙だからな。椿を変えるかな、フューガにしようかな、防塵用に。サイラスにしてもいいかな。サイラスとマークス組ますとなんかすっげえ上がるからな。これでいこう。こっちか。じゃあまた例によって最終ドーピングをやりましょう。はい、というところで、じゃあ行きますか。最終決戦。ユニットもちょっともう一回だけ見よう。変なやつ入ってないよな。よし、OK。お敵が出て、てかここどこ、宇宙か。なんか右手と左手にヒットポイントがある。敵衝撃か。竜の体。なるほど、まずはこの左右を倒せってことね。げっ、こいつ結構来るな。しかも弓持ちがいる。んー、厄介といえば厄介だな。この左右の敵をどう対処していくか。どうしよう、本当にどうしよう。防塵を組んで倒すか、そのままぶっ倒しに行くか。マークスはちょっとこいつとやっぱり組ませて、で上のおとり役になろう。いくつ当たる？てか食らわないか、銀の槍だから。こいつに一旦ちょっとちょっかいを仕掛けておいて。勝てえなやっぱり。16か。月光町である。倒せない。で、さくら攻撃できる。一応倒せるといえば倒せるけど、これ2回目で倒すのかな。龍馬をこっちへ持っていくか。よし、ナイスだ。ほら、見事だった。で、こいつも銀のなんちゃら装備してるからな、遠距離で倒しとこう。やっぱね、銀の武器がね、強いっすね。攻撃力が高い。で、こいつ弓だから、
弓矢から射程1に潜り込めばいいのか。そうだな、 71% か、当たるかな。しかも 17×2 か。おれ、おわ、一発かわされた。で29、魔法でぶん投げればいけるな。ほい、終わりました。あれ、経験値くんないんですよ。こいつはどこまで来る。結構来るね。うわ、危険マークついてる。主人公だな、そうすると。でちょっと打ち身使っとくか。こいつもちょっとここで打ち身を使っとこう。大丈夫だな。あとはマークスが死なないことをちょっと祈ってこのターンを終了しよう。3、よし、こいつの攻撃は結構しのげたな。で、OKOK、ガードゲージ溜まった。ナイスだ、くらい。殲滅完了。はっはっは。ゲー、マジか。しょうがない。だいぶ、あとこいつらがどこまで攻撃してくるかだな。こいつをぶっ倒す。54 めちゃ強い。勝負あったら。そしてレベルも上がった。じゃあちょっと下のやつらも取っとかないといけないかな。匠ペアで、あ、ダメだ。あれか、魔法キャラか。いや、匠キャラで倒して回復させよう。援護してあげるよ。あ、倒した。よしよしよし。ちょっと調子に乗るんじゃないよ。怖い。分身の術。で、回復キャラちょっと2人ここにいるのはあれだな。銀の弓。倒そう。さくらをこれでちょっと上に派遣するか。ほら。これは倒したか。すみません。匠をここにやって。これでもさ、トーマリウの攻撃射程範囲に入るんじゃないか、マークス。入りそうだな。いくつ食らう？まあ、そもそもこれで。ダメージを食らわないからな。こいつで一発ぶん殴っておいて、まあ、21当たれば。よし、ソフィアこんなもん持ってたな。で、多分これね、こう感じ的に左右を倒すと多分真ん中っていうね、本体真ん中みたいな、そんな感じなんだよね。どう考えても。だって爪だけさ倒して終わりってことはないでしょう。いや、少し真ん中、これモズメだな。真ん中の主力は小判持ちだからまた小判手に入れた。で、右と左はちょっとこちらでいくか。で、アシュラーもちょっと攻撃力高いっちゃ高いんで、火の火か、火の火完全に防塵用意になってるからな。まあちょっとこれでいくか。もう一旦待ちかな、そうすると。おお、来たー。トーマリュウのブレス、ロックか。俺がついている。おお、なんだこれ。聖盾の3。攻撃力的にはそんな強くないのか。いや、結構食らうな。やっぱマークスだからだったか。こいつでちょこちょこ減らしていくか、ジークフリートで。ゼロって。どこにある？あ、そうか、爪狙うのか。どうや。効かんよ。攻撃するだけで結構入るな。ちょっと回復薬。
こいつはどこまで来る？結構来るなぁ。あ、ほっとこう。主人公がどんくらい？いや、食らうわ、これ。めっちゃ食らう。超危険だ。龍馬で一発ぶん殴っとこうかな。龍馬でぶん殴って、うお、マジか。主人公でとどめを刺そう。ターンで回復するとかないよね。こいつらがどこまで来るかで。いや、めっちゃ来るよ。ここにしよう。いやー、51% かできればかわしてほしいな。かわせ！よし、ナイスだ！よし、あとの神。あとの神は結構当たるな。防御力も結構高いんだな、こいつ。あ、終わった。右アングルって珍しいな。何をしてるんだ、こいつ。わからん。手が疲れた、みたいな。よし。こいつ、攻撃まで入らないからな。一旦逃げて。でもこいつ攻撃力弱いからな。ここに置いて、ここに置こう。よし。じゃあちょっと左のやつをどうするかだな。射程3あるからな。射程外からの攻撃ってのはもうまず期待できない。いや、マークス、そう考えると超強えな。9しか食らない、9しか。効かんよ。効いてはいるんだけど。いや、いいね。よーし。ナイス、ナイス。おお。こんなすぐ近くに。龍馬でぶっ倒すか。ワンサが出てくるな、これ。無限は効か？とりあえず。2体ずつ。コンスタントに排除していけば大丈夫でしょう。勝負ありました。で、できればな、次のターンで真ん中を始末したいからな。主人公と龍馬が動いちゃったからな。バーサーカー、まあ食らわないからいいか。気をつけない。おりゃ、ほら、そうか、こいつはもうマックスか。で、こっち出すか。多分トーマ王は次はどなたでしょう。能力下がらないっしょ、これで殴っても。じゃあ、サクラを、じゃあ、フェリシアここに置いといて、サクラで回復させつつ、ジグロ4つあるからな。全然余裕だ。で、もう一回ぶん殴って、こっちから攻撃しかけてゼロだし。15か。無駄だよ。異常に強さだな。いや、マークス強え。効かんよ。あ、月光が発動したってことはこれ倒しちゃうか。倒しちゃったよ。ちょっともう一ターン。なんとかしたかったけど、これいきなり攻撃されるなんてことあるかな。お、真ん中に来たね。80か。相変わらず異常だな。おお、主人公は？てかさ、これ、あ、ここじゃないと攻撃できないんだ。龍馬こっから攻撃すればいいのか。そうするとそうだな。サポートします。頼んだぞ。ほら、おいてー、めっちゃグラフ。お、もし下がった？あ、下がった。俺が下がったの？いや、殿神。これでまあ終わりだな。まあ、所詮。トーマリウム雑魚だったな。
道を開けてください。さようなら。当たってなくねこれ普通に剣届いてないっしょ。さらばだ、トーマリュウ、ハイドラ、なんだ。おお、終わったか。何これ。おお、もしや真の姿とかあ、レベル上がった。何にも上がらない。お前はもう十分に強い。竜の心臓、そんなんあんのか。こいつも1ポイント80だし。いやー、ちょっと量もかなり減ってんな。まずい、まずいぞ。ちょっと待て、あの左上の敵はほっとくとして。うお、すっげえな射程が。でもこれできればな、片付けたいけど、片付けたいけど片付けられるか。そもそもとりあえずモズメのこっちの弓を使う、強い弓。お大事につけて行くぜ。おら22。なんだ。おお、いいでー。おりゃ、あんまり戦ってる感がないな。28か。匠で減らされるかな。5。だって匠ね、3のね、射程3の弓を持ってるんだよ。これでちょっと減らそう。いや、役立ったな、射程3の弓。ちょっと攻撃力は弱いんだけど。おりゃ、あ、モズメが強いからな。おお、いけー、33。これで最後は、これ最後あれだな、匠だな匠の移しみかどっちかちょっと分かんないけど。まあ、基本的にはゴリ押しでいけるな、これ。痛そう、目に当たって。目が、目がーみたいな。だって剣でさ、どうやって攻撃したんだよおかしいだろ。消えてった。あんまりすげえ爆発して死んでいくかと思ったら泡になる感じか。やったのですか、私たちは。トーマリュウに勝ったのですか。ええ、トーマリュウは完全に滅びたわ。やった、私今すっごく幸せな気分だよ。私も嬉しいです。一時はどうなることかと思ったけどね。うまくいったね。最後にこうして勝てたのは僕たちみんなの力だよ。これで安心だわ。さすが私たちのミカミックス感無量とはこういうことを言うのだな。勝負あったな、マークス王子。俺たちの勝ちだ。そうだな、龍馬王子。私たちの手で平和を勝ち取ったんだお母様、お父様、やりました。アクアさん、これで何もかも終わりましたね。ありがとうミカミックス。あなたと出会えて、一緒に戦えて本当に良かった。はい、じゃあこいつ死ななかったな。私も同じ気持ちです。ありがとうございますアクアさん。意外にあっさり倒せたな。あれ、なんでなんでこいつがいるんだ。ではこれよりトーマ王国の新たなる王ミカミックスの戴冠式を執り行う。えそうなの、うん、今日という良き日をもってトーマ王国はミカミックスが治めることとなるさあミカミックス、即位の証としてこの冠を受け取って。っていうか住民とかいるの、国民はいなくね、国民が。おめでとう、おめでとうございますミカミックス様。ありがとうございます。ではでは、ミカミックス様どうぞ玉座へ。はい、まず土地を譲ってくださった
龍馬、マークス、両国王に感謝いたします。おかげで、トーマ王国をこんな素晴らしい場所に再建することができました。どこだよ全然わかんねえよ私は人を信じて、人を幸せにする、そんな王になることをここに誓います。今さら誓うまでもないことだ。ああ。今、わーって言ったけどさ、誰がいるの全然人いないんだけど。ミカミックスならきっとなれる。姉さん。困ったことがあったら何でも言ってよね。でも今度はちゃんと理由を言うこと。詳しいことは言えないけどっていうのはもうやめてもらいたいな。へえ。そんなことにはならないわ。ミカミックスには私たち兄弟みんながついているのだから。そうだな。まるで夢のようだ。心からおめでとうと言うよ。はい。私も心から。うん。しっかりしてよ、さくら。姉ちゃん、さくらの分と一緒に二人分のおめでとうを言うね。本当にありがとうございます、みんな。いや、まずトーマ王が、トーマ王国がどこにあるんだ。そして、国民は、はい。ギュンターお前は、死刑だ。王に逆らった罪だ。国外追放か。そうだな、御社として、死刑を免れてやる代わりに国外追放で許してやろう。ねえ。ミカミックス、どうだった戴冠式は。すごく緊張しました。震えているのをごまかすので大変でしたよ。また嘘ばっかり。いえ。嘘じゃありません。本当です。でも本当に良かったのですか。新しいトーマ王には本来ならアクアさんが。いいえ。いいのよ。私は国王なんて器ではないし。それに先の戦争に勝てたのはあなたのおかげだもの。そうだよな。お前早々に死んでったかんな、アクア。ヤトノカミに選ばれた世界を救う勇者こそ新しい国の王にふさわしいわ。アクアさん。ん？それともミカミックス、今さらおじけづいてしまったの？新しいトーマ王国を滑る自信がなくなってしまったとか？え？そんなことありませんよ。トーマ王国は素晴らしい国にしてみせます。先代の王やシェンメイ王妃、それから共に戦った仲間たちのためにも必ず。そう。ならよかったわ。それじゃあミカミックス、私からの戴冠のお祝い受け取ってくれる？あ、お祝い？ええ。何くれんの？ゆーらりゆー歌？いらん、そんなもんは。俺は王だぞ。いい歌ですね。一瞬で終わった。まるで私たちのことを歌っているみたいです。歌詞は誰が書いたのですか？作詞誰？わからないわ。この歌の作者は不明よ。私はお母様から教わったんだけど、トーマに昔から伝わる歌らしいの。昔から？そうね。多分人じゃなくてトーマ竜によって作られたものだと思う。この歌には強い願いが込められている気がするの。いつか自分が狂ってしまった時、人が滅ぼされずに済むように、そして自分に死という救済を与えてもらうために未来に残した歌。私はそんな気がするの。はい。そうかもしれませんね。適当なこと言ってんじゃねえよ。でも歌はこの一曲だけ。未来を示す歌詞はもうないの。歌の続きを、未来を作っていくのは、それはあなたよ、ミカミックス。いや、作詞とか無理なんだけど。はい。はい、じゃねえよ、はいじゃ。私一人では無理です。アクアさんも力を貸してくれませんか？もちろん喜んで協力するわ。ありがとうございます。アクアさん、さあみんなのところに戻りましょう。パーティーが始まりますよ。ええ。逆光だったな今。これはどこなの？なんか言ってる。ここにアイヤ王国と白夜王国は永遠の平和を誓う。なんでこんなとこでやってんの？おかしいだろ。この誓いが破られることはない。え？たとえ何があろうと誓うわ。お、じゃあこれで仲良しだね。はい。嬉しいです。バイ。
そんな簡単な話じゃないけどね。でも少なくとも僕たちの心に偽りはない。俺たちは誓う、民に、国に、そして二つの国を結びつけてくれた勇士であり、白夜と暗夜、双方のかけがえのない兄弟。なんでそういう重要な誓いをさ、こんな何にもないところでやるんだ。とりあえずこれで終了か。結局トーマ王も何だったんだかっていうのは微妙な感じで終わりましたね。これであとはスタッフロール的なものが流れるだけかな。終わり。でサポーター名鑑か、ちょっとまた適当に、いやこれで、てかマークスとリョーマとかって何回登録してるんだこれまあいいや。はい、というわけでファイアーエンブレム、白夜、暗夜、トーマ、全てが終了しましたね。だいぶ長くなってしまいましたけど、最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあとりあえずファイアーエンブレム、まあ最初にも言いましたけど、自分このシリーズ初めてだったんですけど、まあかなり面白い作品でしたね。まあ結構手応えのある難易度で、まあ、とりあえず白夜とトーマに至ってはレベル上げができるんで、まあ最悪詰まってもなんとかなるんですけど、暗夜をね、もしレベル上げのない方向でやっていくっていうところになるとかなり難しいかなと思います。まあかなりいいソフトだと思うので、まだやられてない方いらっしゃったら、まあぜひやってみてはいかがでしょうか。というところで、ファイアーエンブレムシリーズ今回のこれをもって最終回とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。